遠隔操縦観測システム特化共同体第303観測中隊の機体遠隔操縦観測システムは主に陸上自衛隊で使用されている無人偵察機を主体とした観測システムである。略称のフォスは開発自家省の頭文字であるフライングフォワードオブザーベーションシステムに由来する。主にラジオコントロール式の無人ヘリコプターを使用し、 空中から広範囲の情報を収集するためのシステムである。開発当初は空中よりの偵察及び下方の弾着観測に用いることを主眼とした装備であったが災害やテロの現場確認などの事態にも転用が可能であり配備後は幅広く総合的に情報を収集するための装備としての運用が主眼とされている。2007年度からは 改良型の無人偵察機システムの配備に移行している。システムの中核である無人機は設計の一部を共用した民間型が、気象庁でも火山観測用として利用されており、海上保安庁でも不審船対策として導入が検討されている。陸上自衛隊広報センターに展示されているフォスの試作機富士重工業が主契約企業となり、 1988年より技術研究本部による研究施策と共同開発が行われた。墜落事故等が発生するなど開発は難航したが、1996年度に開発が終了し、陸上自衛隊と富士重工業などによる実用試験が続けられた。1996年の u s 1英会試作製造分担の決定等に際し、 富士重工業が希望する担当部位を有利にしてもらうために当時の防衛庁政務次官に接触、報酬として500万円が授受,受されたことが発覚。1998年末に富士重工業の会長と前専務、元政務次官が贈収賄容疑で逮捕、起訴され、後に執行猶予付き有罪判決を受けた。同年12月15日に防衛庁は制裁措置として 間にやむを得ないものを除いて、富士との取引を1年間停止し、本機の研究開発と予算獲得も見送るとした。2001年度から量産機の調達が開始された。量産初号機は2004年1月28日に初飛行した。量産初号機は西部方面特化隊第302観測中隊に配備された。配備部隊は主に情報化が情報隊。 情報処理体例下の無人偵察機体及び、野戦特化が第一特化弾及び、方面特化隊、特化共同体の観測中隊に、校舎特化が第一校舎特化弾の無人偵察機体に配備され、偵察及び、下方の空中標定に用いられる。無人機追随装置機体運搬装置システムは、下視・赤外線カメラを搭載した、単発タービンエンジン無人ヘリコプターと、 飛行管制、データ送受信、処理、整備などの地上装置からなるシステムで完全自動飛行により遠距離観測の任務を遂行することができる。地上装置は、車載した統制装置、追随装置、簡易追随装置、発信、回収装置、整備支援装置、機体運搬車両や作業車などから構成され、運用には、作業機付きの73式大型トラック、 通信のための車両など6台ほどの車両が必要となる。一部は牽引式で無人機の輸送には牽引式の専用の車両が使用される。プログラムによって離着陸を含めた完全自立飛行を行い、敵地上空から索敵や弾着観測を行い、リアルタイムで画像を取得、伝送することができる。榴弾放射や多連装ロケットシステムの射程をカバーできる。 用 50km 以上の重心観測能力を持つとみられ、航続時間は3時間以上に及ぶ。機体は、セミモノコック構造で複合材を多用し、軽量化されている。昼夜間、悪天候でも観測が可能であり、システムはユニット化されているため、短時間での着脱が可能。搭載されたセンサー等の機器には自爆装置が備わっており、非特性を確保している。 無人偵察機システム2003年度から2006年度まで遠隔操縦観測システムのデータリンク距離と航続距離を向上させた無人偵察機システムの開発が行われ2007年度予算から取得が始まっている防衛省では新システムの無人機の行動半径を100数十キロから数百キロとしている本システムの無人機は 富士重工業が1994年から開発し、1998年から生産、販売を開始した RPH-2 無人ヘリコプターと部分的に設計を共用しており、RPH-2 には本システムの開発結果を反映した RPH-2A と呼ばれる発展型も存在している。RPH-2 Rph-2a は農薬散布等の用途に使用されているほか、観光庁にも納入され前日のように火山観測用や観察用としても使用されている。ありがとうございます。